ようよう、四国さんよ。一体いつになったら、お金を返してくれるんだい。こっちは善意で貸してやったんだぜ。あんたがあんまりにも不憫だと思ってよ。ごめんなさい、ひまりさんには心から感謝しています。あなたのおかげで、今、生きていられるんですもの。ただ、もう少しだけ、待っていただけないでしょうか。もう少し、もう少しって、その言葉は聞き飽きたんだよ。最低限、今すぐ返済の当てを作ってくんな。そんなことを言われましても。知っての通り、私はこんな体ですし。ケン、てめえみてえな汚えババアには。こっちも期待してねえや。すぐ横にいるじゃねえか、金の卵がよ。まさか、そんな。この子はまだ子供ですよ。グエッヘって、子供だからいいんじゃねえか。随分と大切に育てられてきたみたいだな。いいね、いいね、中性的で、クリクリして可愛いね。さぞかし綺麗な体をしているんだろうね。四国さん、この子はものすごい上玉だよ。この子にちっとばかし頑張ってもらえば、借金なんてすぐ返せるよ。そうしたら、晴れて自由の身だ。私は二度とこの家に来ない。残りの人生は、親子で仲睦まじく、幸せに暮らすがいいさ。何？私だって鬼じゃない。大事な女の子に無理はさせないよ。怪我は絶対にさせないし、病気にも気をつける。綺麗な服、美味しくて健康的な食事、十分な休憩も用意する。この家にいるより、よっぽどいい環境さ。さあお嬢ちゃん、こっちにおいで。病気のお母さんのために、一緒に働こうね。お母さん。ずんちゃん。僕。少しだけ頑張れるかしら？少しだけでいいから。お姉さんの言うことを聞いて、その通りにするだけなのよ。少しだけ、少しだけでいいの。え？いや、嫌なのだ。絶対に嫌なのだ。僕は働きたくないのだ。絶対に働きたくないのだ。ズンちゃん、お願い。もう頼れるのは、ズンちゃんしかいないのよ。大好きなズンちゃん、お母さんを助けてちょうだい。愛してるから。お母さん、うぐ。わかったのだ。決まったようだね。さあ行くよ。初仕事だ。大丈夫。優しい人ばかりだからね。はう。3時間後、娘は今まで見たことがないほど、やつれた顔をして帰ってきました。そして、無言で私に、3万円を渡してくれました。私は力いっぱい娘を抱きしめて、ありがとう、ありがとう、と、涙を流して感謝したのでした。かわいい私のずんちゃん。これからも、よろしくね。